っそっちょっちです。りっちゃんです。りっちゃん、今日は何を作るんですか？その前に私の好きな文字ランキングをちょっと発表したいと思います。文字ランキング、はい、よっち、何だと思いますか？いや、わかんないですね。あー、ちょっと難しかったですかね、はい、では1位から発表していきたいと思います、はい、第1位ピピ、第2位ザザ、第3位ババ、第4位ノースボ、第5位ガということで、はい、今回は私の好きな文字ランキング、はい、第1位から第5位を合わせたピザカードを作りたいと思います。なるほど。それでは早速材料はこちら。冷凍ピザ、とろけるチーズ、ピーマン、コーン、玉ねぎ、ひき肉、スライスチーズ、レタス、トマト、以上です。はい、ということでまずはピザ部分を作っていくんですけども、まあちょっとね、生地を上手に作れる自信がなかったので今回こちらの冷凍ピザを使いたいと思います。手頃でしょ。まあこんな感じで、まあ、あのバーガーなのでね、2つ上と下2つあるんですけど、こっちピザ感が若干薄いっちゃ薄いので、ピーマンとかコーンとか玉ねぎとかチーズをさらにトッピングしていきたいと思います。レンジで温めていきたいと思います。はい、ということで次はハンバーガーの中身を作っていきたいと思います。ひき肉をもうめっちゃでかく作っていきたいと思います。そしたらこれをフライパンでちゃんと中に火が通るまで焼いていきたいと思います。ふいふい、よいしょー、うー、いいね。お肉を焼いている間にトマトを切っていきたいと思います。きれい。ほら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 、ハンバーガーにしていきましょうか。はい、はい、ということでね、こちらさっきトッピングしてない方の下の段のピザをまず1段目に置いて、その上に次レタス敷き詰めていきます。うわ、うわ、やべ、やっば、よし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 。はい、そしてこちらがね、さっきあのトッピング追加した方のピザを最後に上に乗せます。はい、てってねー、やっべー、巨大ピザバーガーの完成です。めっちゃ美味しそうだね。めっちゃ美味しそう。めっちゃ綺麗にできたね。超ボリュームマックスだね、これね。半端ないね。え、でもこれなら全然食べれる気がする。これどうやって食べるの、まず。じゃあまあ切って食べよっか。あ、そっか、おしゃれにね。そうだね。すごいすごい肉厚ですな。肉厚がすごいですな。うわー、それ、うわー、すごいすごい ね、 ね、よいしょ、すごいことになっている。すごい、じゃあもう食べよっか。食べましょう。美味しそうすぎる。もうどうやって食べよう。でも美味しそう。こういう感じ。うー、肉やっ、肉やば、分厚っ。いただきます。いや、じゃあすっげえな、これ。いただきます。うまっ、うまっ、おいしい。ピザと肉半端ないね。半端ない。私の好きな文字ランキングの1位から5位はピザバーガーでね。ほんとたまたまだね。すごいよね。やってもさ、ピは結構さ、上位に入ってくると思わない？ピはね、上位に入ってくるでしょ。うん、いや、めっちゃ美味しかったね。めっちゃ美味しかった。いや、もうこれも余裕で食べれるよ、ね、これも余裕で食べる、うん、普通に絶対食べたらいいよって一人で。なんで？半分こするよ。半分こだからね。まあ、そうだね、うん、2人で作ったから。そうそうそう、ほぼ私だね。ってレンジでチンぐらいだよ。俺何してたんだっけ。レンジでチンしてたね。はい、ということでね、すっごく美味しいし、しかも結構簡単にできるよね、うん、はい、なので皆さんもぜひぜひ、なんかパーティーがある時とかね、お祝いの時とかやったらすごくいいと思うので、ぜひぜひやってみてください。それではこの動画面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。チャンネル登録はこちらから。 Twitter、Instagram